ようこそジエンヒルズへ。このチャンネルは大学生である私ジエンがいずれ人は死ぬのでどうせなら楽しもうと完全に自己満足のミュージックビデオを作ったり旅行をしたり喫茶店を巡ったりするチャンネルです。変なこともたくさんしました。人前でギャグやフリップネタをしたりとんでもない距離を歩いたり24時間素振りや壁当てをしたこともあります。特にご好評いただいているのは元ミスド店員の私による新商品のレビューや大食いのシリーズで、ぜひチャンネル登録をしてご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。本日は4月28日日曜日、世間はゴールデンウィークが始まったというところでしょうか。僕は大学生なんで全く関係がないんですけれども、今回は旅行に行きたいと思いまして、ジェットスターで航空券を予約いたしました。今はねオンラインでこうやってチェックインができる時代でしてね、空港に行かなくてもこう電車の中でねチェックインを済ませてしまいました。そして間もなく JR は大阪駅梅田にね着くということで、 JR の関空快速に乗り換えてですね、関西空港に向かって乗り換えていきたいと思いますが、僕ね、関空行くとき大体南海がね中心だったので、こう関空快速に乗るっていうのが初めてで、通天閣とかね京セラドームとかが見えながら朝のね気持ちいい大阪の景色を見ることができまして、ようやく関西国際空港に到着いたしました。ジェットスターはですね国内線ターミナルから出発ということで、ピーチはね国内線じゃなくて国際線のねターミナル第2の方にね行かないといけないので、無料の連絡バスみたいなのね使わないといけないんですけれども、ジェットスターは割とね、鉄道駅から近いところでしたのですぐに行くことができました。そしてまだ朝ごはん食べていなかったのでですね、サンマルクカフェっていうのがありまして、時間も余裕があったのでこちらでチョコクロワッサンを買ってね、飛行機に乗り込みたいと思いますが、札幌行きですね、10時15分発となっております。こちらが僕が乗るジェットスターの飛行機が到着いたしまして、こういう風にね、JAL とか ANA とかとね同じそういうターミナルから出発することができるということで、そのなんかピーチのね、国際線ターミナルとはちょっと違った客層をねちょっと見ることができましたね。といってもやっぱ世間はゴールデンウィークが始まったところということで、割とお子様連れ、家族連れが多くてですね、このジェットスターの便にはですね赤ちゃんの泣き声なんかも聞こえたりしながら、老若男女がね乗っておりましたが、出発してね機体が揺れる前にこのチョコクロワッサン食べておこうということでね、せっかく温めてもらったんで温かいうちに食べてるんですが、非常にサクサクで美味しかったのと、あとついでにねそれだけで足りないなと思ったんで、ローソンでなんか菓子パンも買ったりして、間もなく離陸するといったところでございます。今回の旅行も例によってセカオのライブがありましてですね、北海道札幌で行われるということで、こちらもまさにゴールデンウィークど真ん中で、ちょっと僕としてもあんまりそんなにねゴールデンウィークはお金も高いですし旅行もしたくないんですが、セカオのライブが当たってしまったんでね、これもいやむなしでね北海道に行くわけですが、航空券はですね往復ジェットスターのセール中に購入いたしまして、2人で4万3000ぐらいだったと思います。なので、片道だいたい1万円弱で行けてるってことで、これゴールデンウィーク期間中と考えたらまあ安いんじゃないですかね。北海道でめちゃくちゃ遠いですし、十分な買い物ができたなというふうに思っておりまして、宿はですねバナナマンさんが CM をしているアゴダっていうやつあるじゃないですか、めちゃくちゃ安いホテルの予約サイト、僕はそれで予約いたしまして、今回同じホテルに2泊するんですが、2人で2泊2万でした。なので1泊5000円って感じで、そもそもねセカオのライブのチケット自体にお金がかかってるんでね、こういう移動の足とかホテルとかのお金はなるべくコストを下げてね、限界大学生なのでね、そのような旅行術を使って旅行しておりますが、大体飛行機は離陸いたしましたね。大阪の景色が見えております。リンクタウンからつながっております、橋が見えておりますね、右手には。そして大阪湾にね浮かぶ船とかが見えておりまして、綺麗ですね。やっぱり朝にこう出発するっていうのはいいものがありますね。逆光になってるのかな、割と逆光ではないか、いい景色なのかな。ちょうど今がこう大阪のね景色を横目に北海道に今から行くわけですから、ちょっと全然その自分でもイメージが湧かないです。北海道に自分が旅立つというのはね、僕も人生で初めて北海道に行くわけですからね。で、僕が事前に調べた情報ではですね、この関西方面から北海道に行く時の飛行機はですね日本海側を通って行くというルートを取るみたいで、なのでですね、座席は右側をね予約しておいた方がいいと。日本海側を通るなのでね、左側を取っておくと海しか見えないよってことをね聞いたので、右側を取ったるんですけれども、ちょっと旋回するんでね、こうどういう風なね細かい航空ルートというか通るルートちょっと予習してなかったんでわからないんですけれども、もうどうなっていくのかなというふうに思っておりまして、瀬戸内海大阪湾なのかな、これがね今見えている状態ですが、この先どうなっていくんだろうと少し不安になりましたね。で、大体旅行って朝に出発して夜に帰ってくるじゃないですか。なのでね、毎回思うんですけれども、出発の時景色見るんですけどね、帰りの時の景色ってあんま見ないですよね。夜だから全然見えなくて、僕はねこの座席指定をね往復してしまったんですけれども、ちょっと今後はもうこれ夜で帰る時に関してはもう座席指定しない方がねコストも下げれますし、ちょっと出発の時だけでいいのかもしれないなというふうに思いましたね。ちょっと航空
会社によってはですね、まあ機内をね結構暗くして、まあ、外の景色も見やすいようにしてくれるところもあるみたいなんですが、まあ外の景色見やすいようにしてるのか、はたまたその乗客が寝やすいようにしてるのかわかんないんですけれども、ちょっとまあ夜がね、まあ、あまりにも暗すぎて帰りもなかなかこの飛行機取れなかった。この前も東京行った時に新幹線のね車窓ちょっと暗すぎて見えなかったってこともありましたけれども、ちょっと帰り夜の便に関してはちょっと窓側は別に取る必要もないのかなというふうに思いましたね。ピーチではね機内デジタルサービスでフライトマップっていうのがありまして、飛行機が今どこを飛んでるのかっていうのがね確認できるようなそういうサービスがあるんですけれども、ジェットスターはちょっとよく分からなくて今どこ飛んでるのかちょっと分かんないんですけど、これ、まあ、ちょっと僕の考察ですけど、おそらく神戸付近を飛んでるんじゃないかなというふうに思いますね。奥に見えるのがこれ六甲山脈、六甲山で、これ神戸の街なんじゃないかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。今ね見えてるのが神戸港で、瀬戸内海の上をね飛んでるんじゃないかと思ってるんですけれども、ちょっと本当によく分かんなくて、北海道を目指すのにね大阪からこう神戸の方に行ってるっていうのもなかなか不思議なので、うん、ちょっとあながち分からないんですけど、でもまあ旋回していくとかもね あると思いますし、気流の関係とかでね、まあ、全然逆方向に行ってからね引き返すとかもあると思いますしね、その辺はちょっと分からないですが、でまた大阪方面に引き返してきたんでしょうか。おそらく上から見えてるこちらが大仙陵古墳とか、もう堺市にある古墳とかの群じゃないでしょうかね。モズ古市古墳群とか古墳群がねこの辺あるあたりですが、また戻ってきたんですかね、まあ、ちょっと本当によく分かんないですね飛行機っていうのは。鉄道だったらねだいたい目的地の方面にそのまま直進していきますけど、飛行機はちょっとよく分かんなくて、これ気流とかの関係があるんでしょうね。まあいろいろ風とかの兼ね合いで、その出発者からなかなかその大阪付近を離れないっていうね、そのまま行ってしまわないっていうのが不思議ですね。まあ、こんなにノロノロしてる感じですけれども、まあだいたい大阪を出発して2時間ぐらいで北海道に着くってことですから、飛行機は偉大ですね。めちゃくちゃ早いなと。この前も宮城に、仙台に行った時も関空からだいたい1時間ぐらいで行けましたからね。そんな宮城って近かったっけと思ったんですけど、まあ、それほど飛行機のパワーが凄まじいということでしょう。なのでまあ離陸とか着陸で遅れを取ったとしても、この上空で割とスピードを出して巻き返すことができるということで、これはおそらくヤンマースタジアム長いかなと思って上から撮ったんですけれども、どうでしょうか。そして飛行機からの景色は都会から山々へと移り変わっていきました。まあ、先ほどまではね大阪とか神戸とかのね都会的な雰囲気でしたけれども、もう一気に日本だなと感じるこう山ですけど、富士山かなと思ったんですけど全然富士山じゃないみたいで、もうおそらく見えないでしょうね富士山は。頑張ったらいけるかもしれないんですけれども、うん、ちょっと日本海側から富士山ってどうなんですかね。さすがに離れすぎてますかね。ちょっとその辺は有識者さんにね、ぜひとも伺いたいんですけれども、まあこの辺はでも北アルプスとかでしょうかね。まあ僕北アルプス横断の旅とか行って、長野とか岐阜とか行ったことがありますけど、まあその辺のね、上をまあこう横から眺めてる感じですかね。多分おそらく左側の座席の人はもう海で、僕たちがもうスレスレのところね、通ってるんじゃないですかね、日本海の。だからそれこそ石川とかその辺ね、新潟とかその辺を通ってっていう感じなんでしょうけど、まあ雪がねやっぱまだ積もってますね。4月の後半ですけれども、うん、山の上の方にはね雪が積もってるという雰囲気で、まあ、この兵庫大阪とか出身ですから、僕はこう雪とかね山とかそういうまあ雰囲気、そういう景色とかねなかなか慣れてないもんでして、カメラを回してしまいますね。珍しいもんだと、ね、山の上に雪が積もってるなんてあんまないですからね兵庫大阪。特にまあ僕は JR 山陽本線の沿線でしたから、まあ上のね兵庫の上の方の氷ノ山とかの近くに住んでたらこういう景色も普通なんでしょうけども、山陽本線なのでちょっとよくわかんないっていうのがね、現状でして、はい、奥の方にもなんか山脈が連なっていて、ほんと山川の国だなと毎回思わされます。飛行機割と音がするのでね、こう耳栓代わりにイヤホンをしながらね僕は移動してるんですけれども、もうこれおそらく北海道をね到着してるんじゃないでしょうかっていう、この北海道の地図で見る時のこの先っぽの方じゃないかなと思ってまあ録画してるんですけれども、でもこれ毎回思ってるんですけれども、こう飛行機の景色をね写真撮ってる時とか、あめっちゃいい景色やなと思って動画回してるんですけれども、アフレコする時に飛行機の尺長いなってね思ってます。今回の旅行もね筒井あやめちゃんのポストカード持ってきてるんで、まあ、至る所で登場するかしないかわからないですけれども、ようやく新千歳空港に着いたということで、僕の考察は正しかったんじゃないでしょうか。もうあれは北海道の地図のもういわゆる尖ってる先っぽのところじゃないかなと、ね、北海道の地図って言っても先っぽ尖ってるとこ結構あるけどね、でもなんとなくあの形見たら北海道っぽいなと思うのは僕だけでしょう。
しょうか。そしてもうだいぶ北海道らしい景色ですね。この何もないと言ったらあれですけど、この広々とした土地、そして荒れたような景色ですけれども、開拓士の方々がね、開拓してくれたおかげで僕たちはこうやってね、飛行機という文明の力を使ってこの地に降り立つことができるわけです。まあ、今回の旅行のテーマというか、まあ、主な目的はですね、セカワのライブですけれども、こう開拓士の方々がね、こうどうやって北海道をね、開拓していったのかなみたいな、北海道をね、そう思うツアーにしたいなというふうに思いますのでね、ぜひお付き合いいただければなと思います。そして無事空港に着陸しましたらですね、まあ、今回到着してからがバス移動でしたね。せっかく関空ではね、バスを使わずに来れたのに、着いてからね、この空港までバスでしたね。空港というか空港ビルかな、そこまでバスで、でそしてチンチトセ空港に行くわけですけれども、さっきちょっとチンチトセって言いましたけど、あの乗り換えにちょっと割と時間がなくてですね、逃すとまあ結構間隔がね、空いてるので、ホテルのチェックインとかもありますし、ライブも迫ってるので、まあ、なる早でね、行くことにしました。エアポートという快速エアポート、 JR になるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、会社がね、まあだいたい札幌まで1000円ぐらいでね、行きました。まあホテルまではね、1時間ぐらいのね移動となります。まあ、すごい北海道らしいなと思う景色をね見ながら、こちらはエスコンフィールドですね。最近北広島市にできたと言われる北海道日本ハムのその球場ですけれども、まあ、そんな景色を見ながらようやく札幌に着いたということで、ここから札幌でまた地下鉄に乗り換えましてですね、中島公園駅というところに行きます。まあ、こちらがねホテルの最寄り駅だということで、札幌の地下鉄もね、すごいな、人が多く乗っておりましたね。ただね、この札幌駅から札幌駅、札幌駅から札幌駅ってちょっと何言ってるかわからないかと思いますが、あの漢字札幌とひらがな札幌があって、ひらがな札幌が地下なんですよ。その地下まで、ね、乗り換え結構時間かかりまして、本当に焦りました。もうライブは待ってくれないですからね。なのでまあホテルに荷物を置いてですね、ライブ会場に向かうことになりました。まあちょっとホテルは後でね、後ほど紹介しますが、まあまずはですね、お昼ご飯食べてないので腹ごしらえということで、ライブ会場近くのラーメン屋さんがありましてですね、こちら麺屋さゆみというラーメン屋さんなんですけども、これもねめちゃくちゃ有名で、外国人観光客の方も多く並んでおりまして、だいたい 3,40分並んだかな、ようやくね、店内に入ったんですけれども、まあ、目的はですね、このラブさんのサインがあると、世界の終わりの DJ ラブさんのサインがある、まあ、ついでにねヒカキンのサインもありましたね。店内は動画撮影 NG だったんで写真だけお送りするんですけども、僕は味噌ラーメンで、彼女は辛味噌ラーメンを頼んでおりました。こう黄色の縮れ麺という感じでですね、麺が割と固めもちもち系で、あっという間に完食してしまいましたけども、札幌ラーメン僕初めて食べました。なんかねライブ会場行くまでの間にネギが落ちててね、うわ札幌にもなるとネギが街に落ちるんだなと思ってね、非常に興奮した思いがあります。もう札幌ラーメンって言っても札幌味噌ラーメンかな、結構生姜が効いて美味しかったというふうに思いますが、そのもうラーメンの感想言ってたらライブが終わりましたね。ライブも良かったですね。はい、まあ、ライブの、まあ、詳しい、話とかはね、別の動画で出してるんで、そちらをご覧いただければなというふうに思いますが、まあ、こちらやってきた街は、まあ、札幌すすきのですね、ジンギスカンを食べたいと思います。夜ご飯はねもう北海道名物どんどんいただきますよってことで、いろんなサインがありました。有名店なんでしょうか。まあ、そしたらですね、なんか満席なので別の店行ってくださいということで、もう同じ系列のね別の店があるよってことで招待券みたいなのいただきまして、ちょっと歩いてですね、ジンギスカン夕日さんもそんなに言うなら行ってみようということで、行ってきました。これはもう晩酌というかライブ後のねカルピスサワーですけれども、カルピスサワー名前忘れたな、なんか梅カルピスかな、その可愛いようなね、お酒を飲むのが僕の趣味なんですが、ビールとか飲めないんでね、札幌ビールとかちょっと飲めないということで、お通しにはもやしが出てきたんですけど、これめちゃくちゃ美味しかったですね。まあちょっとシンプルでしたけれども、まあ非常に味わい深い、もやしでございました。まあ先ほども申し上げた通り、僕北海道初上陸ですから、ジンギスカンももちろん初めて食べるわけですけれども、札幌味噌ラーメンについてですね、選んだの北海道グルメはジンギスカンだったと。で彼女もジンギスカン食べるの初めてだっていうのでね、二人でワクワクしながらね、羊の肉を焼くっていうことは知ってるんですけれども、ね、こんなやつで焼くんですね。野菜も注文してね、周りに敷き詰めてもらいました。野菜はそして真ん中で、肉を焼いていくわけですけども、普通の肉に見えますよね。別に羊の肉だからといってその特徴的な何かがあるっていうわけでもなくですね、そんな臭みもなかったのがね、面白かったところです。なんかイメージとしてはすっごく臭くて、本当はこのライブ前に食べようかと思ってたんですけど、食べたらなんかライブの人に迷惑かかるかなって、そのお客さんに迷惑かかるかなと思って食べなかったぐらい、ちょっと臭い、ね、イメージがあったんですけど、匂いに関しては別にそんな気になることはなくてですね、でなんかそんな煙とかも出ずにね、なんかひっくり返せましたね。なんか非常に安全というかね、安心安全のジンギスカンね、ジンギスカン夕日さん
さんでございますが、安心安全の羊肉でございますね。まあラム肉っていうかな、英語ではなんていうかちょっと勉強不足でねわからないんですけれども、もうだいたい焼けてきたんでね食べていこうと思いますが、専用タレみたいなのがね、卓上に置かれておりまして、まあ、そちらにつけて食べるわけでございます。まあ、ただ焼いたねトングでこう盛り付けるのは良くないですね。今思ったらね、自分のお箸で取るべきだったというふうに思いますが、食べるとこれ歯ごたえがあってね、こうなんか牛肉と違って油も少なめでね美味しいですね。こうご飯頼むの忘れてたんでね、キャベツとか野菜をご飯代わりにしながら食べております。3種類のねジンギスカンというのか、ジンギスカンはこの羊肉を焼く行為のことを指しているのかわからないですが、3種類の羊肉を注文いたしまして、羊肉で言い方合ってるのかな、羊肉、ラム肉、注文いたしまして、今真ん中で食べてるのが一番いいとされてるランクの羊肉を、注文いたしまして、こちらを焼いております。ひっくり返しまして、まあただね最初に申し上げますと、この一番いいっていうのが一番良くなかったですね。なんか僕的には脂っこくて、うん、やっぱ一番いいだけあって油がしっかり乗ってるのがね売りなんでしょうけど、なんか油いらないね、うん、だからその安っぽい羊肉の方が僕としては、羊肉ってなんかじわるな、面白いんですね、なんか言い方がね、語感が。でちょっとご飯進みそうだったんでご飯も注文しましたね。でこれめっちゃお皿汚いように見えますけれども、タレと一緒にね薬味も渡されまして、こう薬味もね溶かしながら食べるとですね、もうジンギスカンさっぱり食べれますよってことだったんでね、そういったものをですね羊肉で巻いて食べるみたいな感じで、まあ北海道の人やっぱ寒いね地域ですから、そういう生姜とか薬味とかでね体を温めるっていう習性があるんでしょうね。味噌ラーメンにも生姜がね効いた感じがしましたし、このジンギスカンの時にも薬味生姜が出てきましたから、これね、北海道で地理学ぶ嘘一つの要素ですね、生姜が出てくるんだと。そして、ラム肉がちょっとね、ほどけないというか、ひっついてて、この顔という感じで、面白かったですね。さっき自分でもなんか、絶妙な顔をしててちょっと笑ってしまったんですけれども、野菜も美味しくてですね、北海道グルメ美味しいって言いますけども、全部がレベル高くて、お米も美味しかったです。ごちそうさまでしたということで、ジンギスカンユウヒさん、すごく明るい店内で良かったですね。でまあ旅行のねあるあるですけれども、こういう化粧品とかをねなんか彼女が選んでるってことでパックかな、うん、なんか持ってくるのをねあえて持ってこなかったみたいでね、現地で買い揃えておりました。あ、そしてまあ夜はですね、この夜のシゲパンっていうのがありまして、こちらもね DJ ラブさんがなんかの取材かなんかで行ったんかな、サインが飾られてあるということでですね、まあ夜のデザートついでにねパンを買って帰ることにしました。明日の朝にも食べれますしね、今買っておくと、このねラブさんのサインですけれども、可愛いサインがね飾っておりました。でここで有名なのカレーパンなんでね、カレーパンとそして甘い系のね、パンを中で購入いたしまして、そして夜の繁華街ねすすきのですからね、東海オンエアのね動画をご覧になった方ならわかるでしょうという面白いね看板がありつつね、でこれはね北海道でまあ名物のセイコーマートっていうね至る所にあるコンビニエンスストアなんですが、そこでねまあ夜のヨーグルトなんかも買ったりして、デザートですね、ホテルね内装すごくて、で今ホテルのお部屋をね紹介してるところなんですが、なんかライトもね、すごくきらびやかでですね、こう色今紫ですけど、なんか調整できるみたいでね、遊びましたね、楽しかったです。まあ、なんか今ちょっと荷物あって汚いんですが、まあ、これがホテルです。もうツインなんですけれども、まあ2人で泊まるね、特に彼女ですが、まあ、ツインじゃなくてもよかったなという、まあ、ツインしか空いてなかったので仕方ないんですけれどもね、まあ、男2人でさすがに同じベッドキモいですからツインでいいんですけどね、カップルならツインはちょっとやっぱり良くないですね。まあ、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、カレーパンとそしてなんか北海道らしいね、お酒飲めたらいいんですけど、僕はなんか北海道の梅を使ったブランデー梅酒と、北海道の梅って別にどこでもね根に入れそうなんですけれども、まあ、札幌生ビールとかここで飲めたら大人なんでしょうけどね。で今カレーパン食べながらね晩酌中です。ジンギスカンも食べておいてねカレーパンも食べるなんて贅沢すぎますけれども、まあ、旅行中なんでね、まあ、それぐらいのことをしますね。まあ家に帰ると納豆キムチご飯ですからね、はい、納豆キムチご飯を普段食べてるからこうなるんですかね、わかんないですけど。で、まあ、締めには北海道の牛乳を使ったヨーグルトということで、まあこれはね毎日続けてることね、夜にヨーグルトを食べるのはやっぱいいらしいのでね、ヨーグルトを食べてそして梅酒も飲んでおやすみなさいということでですね、これは実はあの朝の映像なんですけれども、まあ今日はねこの辺でということで、また明日の動画もご視聴いただければなと思います。北海道旅行よろしくお願いします。ではさようなら。炎上という小さな戦争が人間という大きな命を、マカダミアナッツ君がくれた、でも僕はそのまま捨てた。